ちょっと電源入れるの忘れてました。私が手話を始めたきっかけは、耳の不自由な方にも音楽を楽しんでもらいたくて手話を習い、ライブでは手話歌を披露させていただいています。今日は2曲歌わせていただきます。チェリーと、もう1曲はオリジナル曲を歌わせていただきます。この曲は学校に行きたくても行けない子たちがいると思います。私もその中の一人でした。そういう子たちに自分のペースでゆっくり進めばいいんだよっていう思いを込めて初めて作詞作曲した曲です。それでは2曲続けて聴いてください。チェリー、勇気と未来。Thank you.